クイビシェフ鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、1936年に創設された。タタールスタン共和国、バシコルトスタン共和国、モルドビア共和国、リャザン州、ペンザ州、タンボフ州、ウリアノフスク州、サマーラ州、オレンブルク州、チェリャビンスク州のロシア鉄道線を管轄する。本部はサマーラに設置されているが、 死者名は、ソ連時代の同種の名称であった、クイビシェフのままである。1872年から1875年に、かけて建設されたモルシャンスクと、シズラニを結ぶ鉄道が始まりである。1880年には、技術者のニコライ・ベリルブスキーと、コンスタンティン・ミハイロフスキーが、ボルガ側に、当時のヨーロッパで最長のシズラニ橋を設計した。八百九十年には、 ズラトウーストまで2年後にはチェリャビンスクまで路線が延伸された。サマーラズラトウースト鉄道の本部はウファに設置された。ロシア革命後にモスクワ火山鉄道やシズラニブヤ島鉄道がシズラニズラトウースト鉄道のルートに加えられた。それらのネットワークは1936年に政治家バレリアン・クイビシェフの名にちなんでクイビシェフ鉄道王と名付けられた。 1989年にはソ連史上最悪の鉄道事故が発生し、575人が死亡した。ありがとうございます。